上、長屋車両基地は、神奈川県横浜市港南区に所在する、横浜市営地下鉄ブルーラインの車両基地。上、長屋駅の南およそ500メートルの場所に位置する。交通局研修所、上、長屋県社区、上長谷治虫区、上長屋施設区、上、長屋電気区などが設置されている。この路線の車両基地は、東基地と新歯車両基地の2カ所である。 上、長屋駅の港南中央型で出入戸線が南側に分岐し、車両基地に至っている。上、長屋駅と車両基地とを結ぶ、出入戸線の用地の取得が難航したため、使用が開始されたのは上、長屋駅の開業から1年遅れ、1977年6月であった。第1期開業時は、車両基地が存在しなかったため、車両は、 牧田駅付近の開口部より搬入され、列車が3両編成だったことから、伊勢崎長者町駅のホームを半分に仕切り、東側を伊勢崎長者町仮検査場に、列車検査場は上大岡駅の留置線を使用していた。第2期開業時には、館内駅に仮検査場を移設した。館内仮検査場は2号線の建設を見据えて、 設置されていた1.3番線のプラットフォームの一部を切り替えて設置した。全般検査は上、長屋駅の西側高架部分と一部が完成していた上、長屋車両基地の16.17番線を使用した。ブルーラインの本線では 50kgMN レールが使用されているが、車両基地内は通りトン数が小さいことから 40kgMN レールが使用されている。 重要部検査、全般検査などは、協力会社の東横車両伝説、東急テクノシステムに委託している。映画、交渉人、マシモマッサヨシの中に出てくる、TTR 等車両基地のモデルとなった。ありがとうございます。